俺も一つだけ癖から学んだことがある。極道は張り続ける限り負けじゃねえってことだ。お前も風間もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。越えちまったら戻って来られなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦